はい、皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、LINE だけで3億売り上げる、SNS マーケティングの仕組みということについてお届けをしていきます。実際うちが創業1年目でですね、年商1億円、そして2期目で3億規模というところまで成長して、2年間で累計、4億以上は、最低でもですね、売り上げをこの SNS と LINE でしっかり上げていると。で、実際にですね、こちらの書籍でも出させていただいてるんですけども、今回の動画ではですね、このうちが創業2年で累計4億の売り上げを作ってきたこの LINE と SNS を使って、これから20211年以降ですね、こういうことをしていけば成功するよ、逆に言うとこういう風な特徴を持っていると成功しにくくなるよっていうね、そういった特徴についてもね、お話をしていきますので、ぜひ必ずね、最後までこの動画を見ていただくことをお勧めいたします。では早速本題に入っていこうと思うんですけど、まず2021年以降こういう人は成功しないよって人の特徴です。まず1個目、ホームページ集客に無駄なコストと労力を割いている人。これはですね、気持ちはわからなくはないです。もちろん今法人化されていてとか会社されていてという方もそうだし、個人で事業やってる方もですね、やっぱり形から入りたがるっていう人はやっぱり未だにいますので、やっぱホームページにね、お金をかけるとか、あれもやっぱまともに作ろうとすると、最低も200万ぐらいかかりますから、じゃあそこにかけられるお金がそもそもあるのかっていうところにも問題あるんですが、ホームページにですね、企業初期からお金をかけてだったりとか、これから年商1億いくまでにですね、ホームページにお金をかければ売り上げが上がる。それは、幻想です。一昔前とかであれば、その SEO 対策であったりとかですね、ホームページからお客さんが入るっていう流れが、当たり前の時代っていうのは、以前あったと。だけどそれっていうのが、スマートフォンの到来によってコミュニケーションのあり方が大きく変容してしまった。ことによってですね、ホームページから、しっかりと集客につなげていくであったりとか、そもそもお客様があなたのホームページに一回訪問しただけで、あなたのですね、持っているバックエンドの高額な商品を一発で買ってもらうって、基本的に不可能に近いわけなんですよね。よくよく考えてほしいんですけど、なんとなくフラットホームページに立ち寄って、そこからじゃあ商品の購入につながったこと実際ありますかっていう話です。皆さん自身どうですか？ホームページをたまたま一回パッと見て、そこから商品買ったことあります？それも10枚以上の高額な商品。これって基本的にないわけなんですよね。だからこそしっかりと重要なのが、お客様をしっかりと教育していくフェーズに入っていくっていうのはすごい重要で、ホームページにね、お金をかけるのは年商1億を超えてからで十分であると、いうことです。うちもですね、弊社も一応 SYK のですね、このホームページ、大体200万弱ぐらいのお金を突っ込んでですね、ちゃんとしたものを作ってますけど、それはもう1億超えた段階で僕もそういうことをやってるわけなんですよね。なので1億超えるまでは基本的にホームページは基本的に作らなくていい、もしくはお金をかけなくていいという結論になります。2つ目、ブログ集客とメルマガに固執していて、いつまで経っても集客売上が安定せず利益が出ずに、尻すぼみになってしまっている。これ非常に多いんですよね。特にコーチコンサル系とかフリーでビジネスをしている人とか、もちろん解釈されている人もそうなんですけども、今の時代ってのは、やっぱ SEO 対策のなんか、そして、メルマガの終焉ということで、メルマガが見られなくなってきている、届かない、ゴミ箱行き、スパム扱い、そういったところでですね、送ったとしても見られないんですよ。開封率が 5% か 10% っていうことは、メールマガジンをね、やっていても、9割の見込み客を取り逃してしまっていると。で、その取り逃していた人たちっていうのを実は LINE であれば拾い上げることができたりするわけですよね。だからこれからの時代っていうのはもうメルマガの LINE 版、いわゆる LINE アットを使うことでしっかりと見込みのお客様とのワントゥーワンのコミュニケーションを取り、そしてうちでしかお伝えしていないこの独自のコミュニケーションショーを実践することで、しっかりと制約、しっかりと来店、販売、契約につなげていくことが可能であるということになりますので、ぜひね、ブログと集客とメルマガ、これ実際に、うちのクライアントがそうなんですよね。もともとメルマガとかブログをやって、それでもうまくいかなかったっていう方がたくさん大量にですね、毎月我々の弊社にね、相談に来てくださいます。で、うちの学科で入学をしていただいて、実際受講していただいた結果ですね、やはり今、ブログ集客とメルマガ、それ 100% 捨てろって言ってるわけではないんですよ。プラスアルファで LINE と SNS をやってないのが致命的。で、これをやることによって、やっぱ即効性がありますので、爆発的に収益が上がる。やってることは同じなのに、売上が 1.8 倍、2倍近く上がりました。そういう声を多々いただいてるわけなんですよね。なので、ぜひね、これからの時代ってのは、ブログとメルマガに固執するんじゃなくて、LINE と SNS をしっかりと基盤として、その上で、ブログとメルマガを、空いた時間で使っていくっていうですね、優先順位になりますので、ぜひここは履き違えないようにしていただきたいと思います。3つ目、SNS を実践しない。これは何度も言うようですけど、マジで致命的です。どれぐらい致命的かというとですね、プログラマーでエンジニアなのにパソコン使えませんみたいな、プログラマー目指してるのにパソコンのスイッチの入れ方わかりませんみたいな、これが致命傷です。ちょっと例えわかりにくいかな、武器を持たずに素っ裸で戦争に行くようなもんです。それぐらい無謀なことなんですよ。これからの時代 SNS をやっていないっていうね、例えば会社の社長さんがあなた自身が YouTube のチャンネル持ってないとか、YouTube のチャンネルを100歩譲って持ってなかったとしても、 Instagram とかそういった Twitter とかのアカウントを持っていない時点で、それはもうですね、出遅れすぎていると、いうことになりますね。一昔前でいれば、例えば2000年代、メールマガジンとかステップメールの
マーケティングが主流だった時代においてメールマガジン何ですかって言ってるぐらい致命的です。もうその時代が今もうすでに来ているということなんですよね。で、じゃあもう SNS 今からやっても遅いのかとかね、まあ今ね、同業者の人みんな SNS やってるし、参入障壁も上がってるから遅いのかっていうと、全然遅くはないですよ。むしろこれからだと思ってます。というよりは、この SNS っていうのはですね、やっぱ年々そのユーザー数の使用がどんどん増え続けてるわけですよね。ってなった時に、多くの人、事業主っていうのは確かに SNS は使ってるけども、感覚でやっちゃってるっていう人があまりにも多いんですよね。なので皆さんはしっかりとした、このテンプレートを元にした、正しい手順に沿って SNS を実践していくことで、感覚でやってる人たちをね、まだ全然抜けるわけですよね。で、やっぱり競合とかで、まあ自分の、まあエステとか治療系だったりとか、まあいろいろなね、業種の方がこの動画を見てくださってると思うんですけども、じゃあ実際自分の同業者の人、じゃあ SNS で強いか、まだ自分が超えられないぐらいに、強敵がいるかって言ったら、まだそこまで強い人ってあんまりいないんですよね。なぜかっていうと、SNS をちゃんとしたやり方で正しく、集客に結びつける、そういった媒体を構築している人はほぼいないからです。みんな感覚で SNS をやっちゃってると。だからこそ、まあ僕らみたいな実践 SNS 業界ナンバーワンの僕らっていうのは、実際にまあ企業さんとかにもですね、まあ実際今3ヶ月間でまあ360万円とか、まあ結構お金をいただいてコンサルをさせていただいたりとか、まあ社員研修とかずっと、まあうちはさせていただいてきた会社ではありますので、いろんな事例をやっぱ見てきてるわけですね。まあさらに言うとうちの場合ってインスタグラムの運用代行実績とかっていうところでも、まあ合計80業種以上のですね、まあアカウントっていうのずっと、まあディレクションして運用してきた、まあデータ蓄積してる中で言うと、まあやっぱりまだまだインスタグラムもそうだし、ツイッターもういけると、まあ、いうところでですね、もしまだ SNS をやっていないというのであれば、明日、いや今日今すぐからですね、ぜひ始めていただくことをお勧めいたしますと、はい、いうことです。で、なぜやっぱ LINE と SNS なのかっていうと、やっぱりメルマガとブログの終焉っていうところで言うと、多くの人っていうのはだんだんですね、やっぱ長文を読まなくなってきてるっていうのがあります。当たり前ですけども、スマートフォンが普及したことによってアプリが普及しますよね。それによって Facebook のメッセンジャー機能であったりとか、LINE アット、そして LINE でのコミュニケーションであったりとかというように、もしくは Instagram の DM でのコミュニケーション、いわゆるコミュニケーションが簡素化したことによって、長文ではなくてできるだけフランクなコミュニケーションをユーザー望んでいる、そういう時代になってきている。それに対してその時代を流れを逆行するような形で長文でのメルマガマーケティング、ステップメールをやって売り上げ上がってるのであればいいんですけど、まあ今そういう業者ってほぼないわけですよね。まあ一昔前であればメールマガジンでガンガン売っていた会社さんっていうのも、今はもうやっぱりみんな LINE アットやってますよっていう時代になってきてます。ってなった時に、このコミュニケーションスタイルが変化したことでビジネスコミュニケーションも変化している。この事実にいち早くまず気づくということが必要になりますと。そして二つ目、フランクなコミュニケーション。まあ、さっき言った通り、これが重要でして、なぜかというと、これからの時代というのは、中小企業の経営者、ベンチャーの経営者、フリーランス、個人事業主、最近法人化した年商3000万円規模の方もそうなんですけども、みんなですね、これからの時代っていうのは商品がいいのは当たり前なんですよ。じゃなくて、あなただから商品を買いたい、あなた自身に、魅力があり、そしてあなたのファンにならなければお客さん商品を買ってもらいにくい、そういう時代にやっぱなってきてるわけなんですよね。だからこそ、あなたが売ってる商品、もちろん会社のブランドでやっぱ買ってもらいたいよっていう人もいるとは思うんですけど、その前にやっぱりですね、その社長がどういう人なのか、その人のファンになってその人がおすすめするとか、その人が経営してる会社の商品だったら信頼できそうだな、じゃあ契約しようっていう流れで商品が売れていくっていう時代になりますので、今どれだけやっぱ営業系とかでもそうだし、いろんな会社とかブランディング PR 系の会社とかみんなやっぱ SNS をやっぱやってるわけですよね、気づいた人っていうのは。だからこそこれからの時代っていうのは、できるだけこの LINE と SNSでお客様との距離、これをいかに縮めていくことができるのかっていうのが、これからマーケティングの成功の鍵を握ることになりますということになりますので、まあ、ぜひですね、お客様のパーソナルスペースに入り込み、そしてお客様とですね、まあ、まるでお友達のような形で距離感をユーザーと縮めていくことでファン化を図り、そこからの販売につなげていくというですね、動線を作るのはもう LINE と SNS がもう鉄板であると、まあ、いうことになりますので、まあ、ぜひね、こういった背景を押さえていただいた上でね、参考にしていただきたら嬉しいなと思います。三つ目、LINE アットのですね、まあ、これ圧倒的な利用率、そして開封率、読みやすさというのも結構ポイントでして、LINE アットっていうのはメルマガにはないですね、やっぱり開封率の圧倒的な高さであったりとか、ブロックされない限りは 100% 届くっていうメリットがあります。メールマガジンっていうのはブロックされてしまったりとか、まあもしくはですね、送ったとしても届いていないとか、送ったとしてもゴミ箱行きになっちゃったりします。LINE っていうのはそういうのがありませんので、しっかりと届く。そして、読みやすい短文でのコミュニケーション。まあ、これもすべてですね、まあ、うちの弊社で言うと24個のですね、テンプレートに基づいた配信の仕方っていうところで顧客とのコミュニケーションをスムーズに進めていくことで、まあ、最短でリードタイムとしては1週間からまあ3週間くらいでしっかりと購入、まあ、長くとも2ヶ月以内には購入制約につなげていくような流れっていうのを無理せず、そして売らずして売れる流れを講習していくことができるわけです。すべてはこのテンプレート化にあります。なので、まあ、ぜひね、興味ある方はですね、弊社はね、こちらの、LINE の方で登録をしていただきまして、ぜひですね、LINE の方でプレゼントをね、ゲットしてみていただけたらなというふうに思います。
はい、ということですね、今回の動画少しでも勉強になったよという方はぜひね、高評価ボタン、そしてね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。